はい、それまで。うん、ちゃんとできてる。墨染さんは満点、何の問題もない。やった、すごいね、のぞみちゃん。いやー、これもしっかり睡眠をとったからかな。日内谷さんはまだミスも残ってるけど、しっかりできてる。よっぽどいやらしい問題を出されない限りは大丈夫でしょう。ありがとうございます。それもこれも先輩たちのおかげです。気を抜かないようにね。わざわざ時間を割いてもらったんです。決して無駄にはしません。無駄とかそういうことは気にしないでいいから。わかってますよ。テスト中に居眠りするわけにはいきませんからね。明日からテストが終わるまでバイトは休んでいいから。テストが終わったらまたね。はい。カフェステラと死神の蝶。